こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。先週無事誕生日を迎えまして31歳になりました。31 なんか30歳になった時より30代感がある。30代へのこなれ感が出てきて、あ、私30代だみたいなより30代への実感が湧いてきました。でも本当、今年も健康で安心して誕生日を迎えられたこと、それだけですごい幸せだなぁと思いまして、年を重ねていくと本当に健康のありがたみみたいなのに気づくんですね。なんか全然私はこうお金も持ってないし、家も持ってないし、旦那さんもいないし、なんかそういういいものというか、なんかね、持ってないんですけど、いろいろ。まあでもまず人間健康であれば生きていけるので、そうそうそう。大きな怪我とか病気なく健康でいられていること、もうそれだけで十分じゃないかっていう気持ちでいます。はい。あとはそうですね、私の誕生日18日だったんですけど、その日はすごく冷え込んだ寒い日だったんですね。一日お出かけしていて、家に帰ってきてストーブをつけてちょっとほっとしたところで思ったんですけど、すごいあったかい、帰る家があるだけでもう幸せだなぁと思って、なんかしみじみ感じました。いい意味で幸せの基準が下がってきてるなぁと思いますね、最近。若い時は全部欲しがってた、人が持ってるもの全部欲しがって、世間でいいって言われてるもの全部手に入れなきゃって躍起になってたところがあったんですけど、やっと自分の気持ちと向き合えてるような感じがします。すごい今穏やかですね。自分が求めるものとか、自分が本当に幸せだと思うものが分かってきたかなっていう、で、お誕生日の日ツイッター X で今日誕生日でしたっていうツイートをしたら、たくさんのリスナーさんにおめでとうっていう風に言っていただけて、すごく嬉しかったです。ありがとうございました。0時ぴったりに可愛い画像をね、準備して誕生日のお祝いをしてくれたリスナーさんがいたりとか、動画をね、撮って送ってくれた方とかがいて、私以上に私の誕生日を大切にしてくれてるなぁと思って、本当に幸せ者だなぁと感じました。なんか私あんまり自分の誕生日意識していなくて、当日はね、おばあちゃんと焼き物ワールドっていう全国から焼き物が集まったイベントみたいなの行ってたんですけど、おばあちゃん私の誕生日って気づいてなくって、18日に行こうっていう風に誘ってきたので、私も別に誕生日だからって何かね、予定があるわけじゃないので、行こう行こうって言って、おばあちゃんと誕生日に焼き物ワールドに行ってたんですよ。で、自分的にはなんかそんな特別な日、今日は誕生日だみたいな気持ちでいなかったし、あんまりね、事前に誰かに、私今度誕生日なんですよみたいな、18日誕生日なんですよみたいな言ってなかったから、リスナーさんが誕生日覚えてくれていると思わなくて、画像とかね、動画とかいろんなものを用意してくれてる人がいたり、たくさんの人におめでとうっていう風に言っていただけて、すごい嬉しかったです。本当にありがとうございました。31歳はですね、ちょっと前にフライングで
これ31歳の目標にするっていうのを言ってたんですけど、31歳は人とのつながりを大事にしたいなーって思いました。今までは結構何でも一人でやろうとしたり、一人で問題を解決しようっていう風にしてて、人に対してどっか一線引いてた、まあ、ここからはプライベートゾーンなんでみたいな、自分と他人をパキッと分けて、なんか面倒は避けたいとか、自分を守ろうとしてた。うん。し、まあ一人でできないことは、ね、誰かに頼ってまでやらなくていいやっていう風に考えてたり、いつも自分の枠の中でしか生きられてなかったなと思って、うん、今年はもっと人と一緒に何かやるとか、誰かと一緒だからこれができた、そういうのをなんか経験していきたいなって思いました、うん、誰かと一緒だからこそ、誰かの手が手を借りたからこそっていう、自分一人じゃできないことをやってみたいなっていう、自分のその壁を乗り越えたいなって思ってます、うん、なんか30を超えてやっと、あ、一人でできることって限られてるな、一人ってやっぱり限界があるなっていうのが分かってきたんですよね。うん。というか、まあ、それもあるし、こう世間にはすごい人がいっぱいいるというか、自分にできること、自分の能力図みたいなのがあるとして、なんかサッカーとか野球とかで能力のバランスを表す五角形の図とかあるじゃないですか。攻撃力、守備力、走力、頭脳とかって、そういう図があって、あ、この人攻撃力、特化型だなとか、守備が上手い人だなとか、全体的にバランスのいいオールラウンダーだなみたいな、そういう図ってあるじゃないですか、よく。私は今まで自分の能力図、自分の五角形を大きくしようっていうのにすごい一生懸命になってた感覚なんですね、うん、自分の能力図を見て、あ、自分はここが弱いな、これができてないな、誰かと比べて五角形が小さいな、大きいなとか、そういうところにいて、でもこう最近はみんなのいろんな角度の形の大きさの五角形を見て、あ、みんなそれぞれいろんな能力、経験を持っていて、みんなすごいなって思うようになって、こう自分が自分の能力だけに躍起になっていたのって、取るに足らないことというか、うん、自分の苦手なことは得意な人に頼ればいいし、言葉にするとすごく当たり前のことなんですけど、なんかもっと人を頼るとかね、なんか自分にできないことで他の人が得意だったらその人に頼むとか、そういう基本みたいなのを31歳意識していきたいなって思いました、うん、自分の枠から出て、一人じゃできないこと、プラスアルファ自分ができること以上をやるっていうね、それが31歳の目標です。さて、では今日もリスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームからお待ちしております。では、1通目。ラジオネーム、わたあめさんより。まなさん、こんばんは。こんばんは。いつもラジオ聞かせていただいています。恋愛の相談なのですが、
3年ほどお付き合いしている彼から、結婚も同棲もしたくない。というか、自信がない。覚悟が足りなくてごめん。と言われました。毎日、たわいもない会話の LINE をしたり、定期的に会っていて仲はいいのですが、君のことが好きで一緒にいたいとは思っているけど、君に結婚願望があるなら時間を無駄にしたいと思って欲しくない。イコール、別れた方がいいのではないか、と言われました。私は今すぐ結婚したいわけではありませんが、いつか子供が欲しいとは思っています。いつかと言っても、もうアラサーの年になってきました。また、子供を授かるのであれば、結婚はした方がいいと思っています。でも、結婚しても旦那さんの不満ばかり言っている友人や、離婚している人も多くいる中で、本当に結婚して子供を産むことが幸せなのかわからなくなりました。マナさんは、結婚をしない選択はどう思いますか？ちなみに私はどちらかすぐに決断はできなかったので、あと半年付き合いは続けてお別れしようと思い、彼からも了承をもらいました。しかし彼と一緒にいることは楽しく、一緒にいる時の自分も素の自分でいられるから大好きです。マナさんの意見もいただけると嬉しいです。とお便りいただきました。わたあめさん、ありがとうございます。結婚も同棲もしたくない。でも一緒にいたい。っていうね。それは楽しいよねって思ったかも。うん。責任がないところで自由にできるのって一番楽で楽しいじゃないですか。責任があるかないか。で、全然、行動も思考も変わってくる。仕事でも、先輩とか上司が指示してくれて、それをやる。もう最終決定は上司は先輩がしてくれるっていうのと、自分が判断間違えたら、もう何千万っていう数字が吹き飛んでしまうとか、自分がもうめちゃくちゃ謝りに行かなきゃいけないとかっていうのって、やっぱ全然違って、自分が責任を取る、その責任を持つ覚悟をするってめっちゃ怖いから慎重にもなるし、楽しいっていう気持ちだけじゃいられないですよね。その責任を負わないで楽しい気持ちだけやっていきたいっていうのは、なんかってちょっとね、彼にもやっとする印象を持ったのが正直なところで。でも私もね、結婚もしてないお気楽な人間なので、まあ、そんな私がね、あれこれ言うのもお門違いなので、うん。むしろ私は彼に近いかもしれませんね。なので、そう。彼にもやっとしつつ、私は渡辺さんの彼と近い人間なのかもしれません。うん。で、渡辺さんから今回お便りで聞かれているのが、マナさんは結婚しない選択はどう思いますかっていうことなんですけど、私は全然ありというか、今ってライフスタイルはもう本当に人それぞれだと思うので、私は人の人生に対して、否定したり、あれこれなんか別に言うことはないんですけど、自分についてだったら思うところはあるかも。うん。人に対してね、なんかこうあるべきだとか、こう生きるべきだみたいなのは別にない。そう、人に対してはもうただそういう人なんだって思うだけなんですけど、自分はこう生きたいとか、こうはしたくないとか、自分の人生に対して理想はあるかな。うん。で、結婚については今までちょいちょい話してるんですけど、私は自分の結婚について、結婚しないとか、自分結婚できないっ
ていうふうに自分に対して決めているわけじゃなくって、本当に結婚したいと思う人がいればしようっていう。でも焦って誰かと結婚しなきゃと思ったり、絶対に結婚したい、結婚しなきゃ、子供が欲しいっていう気持ちはなくって、自分の中で本当に結婚したいと思う人がいたら結婚する。でもそうじゃなければ一人で生きていけばいいのかなっていうふうに思ってます。まあ、30代だからね、まだそう思えるのかもしれないです。40代、50代になったら、なんかまたちょっと違う気持ちになってるかもしれない。でもね、なんか私、親友二人がお父さんを早めに亡くしてるんですけど、一人は高校生の時、でもう一人は社会人2年目とか、24くらいの時にお父さんを亡くしていて、で、幼馴染の親友二人なので、どっちの家族のこともよく知ってて、亡くなったお父さんとも一緒にピクニックとか、ちょっと遠くの公園に連れて行ってもらった記憶があるし、お母さんとも結構仲良くて、今でもまだ親友の子が小さいので、その子の実家で集まることもあって、そのお母さんも一緒に輪に加わっておしゃべりしたり、ケーキを食べたりするっていう、そういう感じの親友のお母さんなんですけど、そのお母さん二人を見てるからか、結婚したとしても、旦那さんが病気でとか、早めに40代、50代、まあ、30代でもね、亡くなることって全然あるなっていうのが、私の根底にあって、自分が一人になりたくないとかって思って結婚しても先のことってわからないな。結婚したとしても将来自分が一人になることも全然あるよなっていうふうに思うんですよ。どっちの親友の家族も二人娘で、一人が結婚して家を出てて行ってて、でもう一人ももう彼氏と同棲して家を出て行って、もう一軒家にお母さんが一人っていう状態で今いるんですけど、でもどちらのお母さんも素敵で、どちらのお母さんもまだ働いてらっしゃるんですけど、片方のお母さんはお家にお邪魔すると、この前お友達と広島行ってきてさ、今広島焼きがブームなんだよねとか言いながら、ホットプレートで広島焼きを作ってくれて一緒に食べたり、広島でこういうとこ行ってきてみたいな、これ作ったんだよみたいな見せてくれたりして、結構ね、なんか頻繁にお出かけしたりしてるみたいで、あ、すごい人生楽しんでるなみたいな感じで、お、素敵だなって思ったりするんですけど、なんかね、そういう一人でいられないからとか、経済的にどうだとかね、なんかそういう理由じゃなくて、そういう理由で結婚したいとかじゃなくて、自分が本当に結婚したい、自分が自立した上で結婚したいっていうのが私の中であって、結婚してないと周りに示しがつかないから結婚したいとか、働きたくないから誰かに養ってほしいから結婚したいとか、そういうので結婚するぐらいなら私は結婚しないっていう選択の方がいいなって自分の人生に対して思ってます。他の人の生き方は別に私は迷惑かけられてるわけじゃないし、私が偉そうに評価することもないので、自分の人生に対しては結婚はそういう風に思ってます、でも渡辺さんみたいに絶対子供が欲しいっていうのだったら、結婚についても考えなきゃいけないのが難しいところですよね。私もアラサーになって、私でさえちょっとその赤ちゃんが作れる年齢っていうのはやっぱりちょっと気になっちゃう。結婚はね、なんか50代でも60代でも生きてる限りしたいと思ったらできるけど、赤ちゃんってやっぱり
時期を逃したらすごく難しくなっちゃいますもんね。うん、で、わたあめさんのお便りに書いてくださった結婚しても旦那さんの不満ばかり言ってる友人や離婚している方も多くいる中で、本当に結婚して子供を産むことが幸せなのかわからなくなりましたっていうのは、私は結婚も出産も経験がないので経験上どうっていう話はできないんですけど、結婚も出産も本来すごくいいものなんだろうなって捉えてます。うん、私も結婚してる友達の愚痴だったり SNS とかですごいなんか旦那のモラハラがどうとか、何もしない旦那にイライラとか、子育てが大変みたいなのってすごい流れてきて、そういうのをね目にすると、ああ結婚って大変だな、子育てって大変だなとか思っちゃうけど、でもなんかそういうのって悪いことって伝わりやすいというか言いやすいというか、当たり前のこと当たり前にやってたら何も言われないじゃないですか。特別いいも悪いも言われないけど、悪いことってやっぱり言われやすいし広まりやすいっていう側面はあるんじゃないかなって思うんですよね。バスとかも時間通りにバスが来ても人はそれに感謝したりね、なんかうわすごくいいバスだとかって思わないけど、でもなんかたまたまトラブルがあって15分とか20分遅れてきて、ね、それが急いでる時だったらものすごくね、こんなバスみたいな感じで言われちゃったりして、9割方もいつもは時間通りで安心して使える多くの人が助かっている地域のバスなのに、1割、ね、そういう悪いことがあったり、なんかイレギュラーでうまくいかない日があって、それを声の大きい人がわわわってね、あそこは良くないって大きい声で広めちゃうと、なんかすごくそのバスが悪い印象になっちゃったりして、そういうのって今の世の中 SNS の世の中特に多い気がするんですよね。うん、人の感情って単純じゃなくて一個じゃなくって、いろんな感情が同居してると思うんですよ。毎日、まあ、9割結構平穏な感じで今の生活に満足している自分もいれば、1割はなんかもやっとすることだったり不安を抱えてたりして、で SNS ってその1割のもやっととか不安にぴったりくる言葉が落ちてたりするんですよね。うん、だから人はそこに共感したり、私も実はそう思ってたっていうことがあったりすると思うんですけど、なんかそこだけがものすごくね大きく見えるじゃないかなっていうふうに思うんですよ。悪いことがちょっとピックアップされやすいんじゃないかなって思って、私は一番身近な結婚、子育てをしている人って兄なんですけど、で、結構おいっこちゃんにも会ってるんですね。で、見て、すごい幸せそうというか、あ、お兄ちゃん子供できてすごい変わったなぁと思って。うちの兄って本当に実家の壁にバカすかバカすか穴を開けていた人間で、子供できた時って本当に大丈夫かと思って、いや結婚する時も家族全員がお相手の方に本当にうちの兄でいいんでしょうかみたいな、もう数年で返品されたらどうしようねっていう家族会議がされたくらいなんですけど、もうね結婚して何年だろう、5、6年経ったのかな、そんなに経ってないか。でもね、もうパパになって今や立派な子煩悩なパパですよ。おいっ子ちゃんもね、すごいパパになついて、パパパパってパパが大好きなの伝わるし、
だから家でもすごいいいパパなんだろうなーと思って、いい家族なんだろうなーと思って、うん、そりゃ 100% 幸せとかいいことばっかりじゃない、大変なこともいっぱいあるんだろうけど、でも結婚子育て悪くないんだろうなっていうのは兄夫婦を見てすごく感じます。うん、私は甥っ子ちゃん生まれるまでもう 99% 子供欲しいっていう気持ちがなかったんですけど、甥っ子ちゃん生まれて私もその子供に対しての気持ちがちょっと変わってきてます。うん、自分のこの特別さだったり可愛さだったり、なんだろうね、その子供を育てるっていう素晴らしさみたいなのをちょっとなんか私も兄夫婦甥っ子ちゃんの成長を見て感じました。うん、だから、ね、その世間の結婚とか子育てに対する悪い声をそのまま受け止めて、結婚はあんまりいいものじゃないかも、こんなに嫌だって思ってる人がいっぱいいるとか、子育てはものすごい大変なのかも、結婚も子育てもそんなに思ってるほど幸せじゃないのかもって、そっちになんか悪い方の声でそう思っちゃうのはもったいないのかもなって思いました。前にミシェル・オバマの自伝を読んだ話をしたじゃないですか。ミシェルは二児の母なので、出産とか子育てのこともいろいろ書かれてるんですけど、ミシェルの本を読んで、やっぱりすごく、子育てって素晴らしいんだなとか、自分の子供ってやっぱりすっごい特別、何にも変えられないものなんだなっていうのが、すごく感じられたし、なんかね、本当に自分に何を取り込むかだと思います。人って信じたいものを信じると思うので、私はね、自分が何に影響を受けるかっていうのをすごく大事にしてるので、ぜひ、ね、なんか自分に入れる情報を前向きなものにしてみると、前向きな情報もたくさん入ってくると思います。うん、で、彼との関係についてなんですけど、ダメさんが自分であと半年で決めたっていうことなので、それを尊重して応援したいなと思います。でもその半年迎えた時に、ダメさんがなあなあになってしまわないようにルールというか、自分の中で半年経ってこうなったらこうしようっていうようなジャッジができるようにしておいた方がいいかもしれないなぁとは思いました。半年ってあっという間に来ちゃいますからね。そう、お洋服とかも結局なんかまだ着れるしとか、こう断捨離しようと思っても、あ、これ久々に見ると可愛いなとか、あ、これ意外と高かったんだよなとか、そういうね、なんか捨てるって思うとなかなか手放せない気持ちになっちゃったりするけど、一年着てなかったらもう服、その服は捨てるとか、一着買ったら一着捨てるとか、そういうルールがあると迷わないし、気持ちよく次に行けたりするので、半年間の間に、あ、もうこうならこうしよう、きっぱり別れるとか別れないとか、自分の中で明確なものを持っておくといいんじゃないかなっていうふうに思いました。はい。またあめさんが納得して前に進めるようにお会いしております。お便りありがとうございました。続いて、ラジオネームなてはさんより。マナさん、こんにちは。こんにちは。初めてお便り、ラジオにお便りをするので、ワクワクしております。実は最近少し悩みがあり、誰かに聞いてもらいたいと思って送らせていただきました。私はもうすぐ受験生になります。
私の志望先は文系です。理系科目がすごく苦手なので、今は文系、国語、英語、社会、3科目に絞って力を入れています。しかし、私が現在通っている学校は、5教科すべてが必須の、より難しいところに挑戦してほしいという学校で、生徒も難関校へ向けて頑張っている子がいます。それはいいのですが、授業では理系科目が私にとってすごく難しく、授業中先生に当てられると全く答えられません。先生によく、なんでこんなのもわからないんだ、とみんなの前で言われ悲しくなります。いくら苦手科目で受験に関係なくても、やはり傷ついてしまいます。一番よく言われる先生とは、あと半年ほどですが、もう授業に出たくないと思ってしまっています。どんな風に乗り越えればいいのでしょうか。とお便りいただきました。なてはさん、お便りありがとうございます。私がこのお便りを読んで、率直な感想としては、授業に出たくないっていう風に考えるのがちょっと心配だなと思いました。っていうのも、私もなてはさんと同じで、結構すぐそうやってすぐ辞めたいとか、もう何々したくないみたいな最終地点に直結しちゃいがちで、人生ね、なんかそれでこう早まりすぎて失敗してきたので、思考回路がそういうね、もうこんな授業出たくないとか、もう何々したくないみたいなところにすぐ結びついてしまうのはちょっと気をつけた方がいいかもって思いました。ムカつくことあると思うんですよ。あの先生ムカつくとか、こんなこと言われてムカつくって友達に愚痴ってもいいと思うんですよ。でも自分の中でムカつくムカつくって思いとか、悲しい悲しいっていう気持ちを募らせて、もういい、こんな授業出たくない、こんな授業必要ないって、そういう思考回路が出来上がってしまうと、なんかちょっと心配だなって思いました。だから今回、私にお便りくださったみたいに、どこかにストレスの吐き出し口、ストレスの発散方法を見つけてほしいなぁと思いました。お便りを読むと、あ、実は最近少し悩みがあり、誰かに聞いてもらいたいと思って送らせていただきました。っていう風に最初書いてあって、誰かに聞いてほしかったんですよね。マテアさんは普段、誰かにそういう自分の思ったこととか、ムカついたこととか、悲しいこととか悩んだことを言わないタイプですかね。私もそうで、誰かに話したら性格が悪いと思われるんじゃないか、愚痴なんて友達は聞きたくないんじゃないかって思って、全部自分の中で溜め込んで自分の感情がいっぱいになった時にバンって爆発して、急にね、もう何々したくないとか、極端な結論に行っちゃうのが私だったんですよ。そう。だから、本当に、感情が爆発する前にとか、もう、極端な、行きたくないとか、っていうところに行く前に、自分の感情を吐き出す場所を見つけたり、発散方法が、ね、まだなければ、何かストレスを発散する方法を、見つけられるといいなーって思いました。急に何でも言える友達を見つけるとかって難しいと思うんですけど、ちょっとずつでも自分の困ってることとか悩んでること、誰かに話して気が楽になるっていう経験を積んでいってほしいなーって、私の場合、仕事の話になっちゃうんですけど、20代前半までは本当に、ね、全部
自分の理不尽に思ってることとか、なんかちょっと嫌だなと思ってることは全部自分の中に溜め込み続けてて、仕事とかたまに面談があるんですよね。ボーナスの時期とか査定の時期に、今の職場環境どうですか、上司とどうですか、同僚とどうですかみたいなって上司に聞かれることってあって、でもどんだけ思うことがあっても、いやー周りの人みんないい人でいつも助けられてますみたいな、いい子ちゃんを装ってるくせに心の中ではめちゃくちゃ思うところがあって、でそうやって自分の中で思うところがいっぱい積み重なって、限界が来てもうやめますっていう風になって、20代前半の時は仕事を辞めちゃってたんですよね、うん、でも今思えば別に辞めなくても問題を解決する方法はたくさんあったし、そうやって辞めてしまったのはもったいなかったなって、その選択は悪手だったなって思うんですよ、うん、今は私が思うことがあった時にこう伝える術を身につけたかなと思って、こうやって言ったら性格が悪いと思われるんじゃないか、自分が我慢すればいいなら、まあもうそれでうまくいくのはそっちのがいいやっていうんじゃなくて、どうやって言ったら自分の悩んでること困ってること嫌な感じじゃなく伝えられるか、問題を解決できるかって思って、伝え方を学びつつ、だんだん自分の気持ちを周りにうまく伝えられるようになってきたかなと思います。うん、そう、だんだんね、周りの人の伝え方とか見てね、あ、周りの人も結構言うこと言ってんなとかこう生きていくの上手い人って言いますけど、そういう人を見て、そういう人の伝え方を見て、あー、こうやって言ってるんだなーとかって学んで、で自分も実際伝えるっていう経験を踏んでいって、私もだんだんね、なんか言いたいことを言う、困ってることをちゃんと言うっていう風に最近は変わっていけたかなーって思います。うん、急激には無理、本当に急に何でも言える友達ができるないし、話聞いて分かってくれる人がね、いつもそんないい人がいるわけじゃないけど、ナテハさんも自分の気持ち、その綺麗な気持ちじゃない部分も伝えることをしてほしいなと思いました。で、なんか伝える術を身につけて、伝えられる経験ができると結構気持ちが楽になるかもって思って、感情のままにわーって言うんじゃなくて、この前こういうことがあって、こういうのですごい辛いんです、悩んでるんです、私としてはこうしたいんですけどね、私としてはこう思ってるんですけどねって、私はこうなんでこうなんですけどねっていう自分の状況とか考えをこう筋道立てて話す。そうすると結構なんか相手のこと、自分の状況を知りもしないでムカつくとかって思ったりするんですけど、実は私の方も相手のこと、相手の考えてること、こういう意味があってそうしたとか状況を理解してなくって、相手に一方的になんか嫌だなって思ってたりすることってあって、自分側から見ればはぁって思ったりするけど、相手のこと理解したら、あ、そういう事情があったのでとか、そういうこと考えてやってたので、こっちも悪かったわとか、あなたのこと全然知らなかった、ごめんねっていうこととかってあって、自分にも私にもいろんな考えとか事情があるのと同じように、相手にも相手の事情とか考え方があるので、
まあ、第三者を挟んで自分の言いたいこと言って相手のことも知ってっていうのが結構人とトラブった時はいいかなって思うんですけど、うん、まあ、今回のことはねそこまでナテハさんが望んでいるかわかんないですけど、まあ、今回のことをきっかけに誰かに話す楽しい話題だけじゃなくってこういう話題でもちょっとネガティブな話題でも話せる相手を見つけたりなんかちょっと話せてよかったっていう経験をしてほしいなって思いました。私の場合はこういうラジオで話すっていうのが一個自分の吐き口になってたりするし、あとは運動してもう嫌な気持ちと一緒に嫌な気持ちと汗を一緒に流してすっきりするっていうのとか、その物語、本とかアニメとか映画でも何でもいいですけど、一旦自分のリアルのモヤモヤを手放してそっちの世界に没頭するので、一旦自分のリアルモヤモヤを手放すっていうのをしてるかな、うん、怒りとか悲しみとか感情って一回手放すと結構冷静になれたりすると思うんですよね。アンガーマネージメントとかでも怒りを感じたらまずは深呼吸して5秒間数えるみたいな方法あるじゃないですか。こう怒りとかねもうどんどん自分の中でずっと持ってると火に油を注ぐみたいにわーってどんどん大きくなってちゃったりすると思うんですけど、一回手放せたり一回落ち着けるとなんか冷静になれる気がするんですよね、うん、私も最近ちょっと思うところがあって、結構モヤモヤする出来事があったんですよ。これ私悪意持ってこれ言われてる、これ悪意持ってこれされてるって思うことがあって、私これ敵視されてんのかなみたいな、すごいねもやもやしたり悲しく思うことがあったんですけど、まあでも考えても仕方ないしってその気持ちはぶん投げました、うん、そのね些細な違和感というかもやもやはもうぶん投げて90分間全力でバイクをこいで汗ビタビタになって、でエミリーパリに行くっていう素敵な海外ドラマがあるんですけど、それを見て、でま意地悪するならすればいいわと思って、自分はもう相手にならないぐらい上に行くんでみたいな、そういう気持ちになりました、うん、私の解消方法はね本当にそんな感じで、ネガティブな感情を掘り下げずに一回手放す、でその間に運動と別の世界に逃避するっていうので、それで一回落ち着けるっていう感じかな、うん、ナテハさんもこう自分なりのストレス解消方法探しながらこう伝える術を身につけたり、誰かに話を聞いてもらってで、あなんかちょっと楽になったわっていう経験をして、こういい方向に人生向かっていってほしいなって思いました。はい、受験も大変だと思いますが体調に気をつけて最後まで走り抜けてください。応援しています。さて続いてラジオネームレイザさんより、マナさんこんにちは。こんにちは。最近急に寒くなってきましたがおかわりありませんか。いよいよ来月はポッドキャストウィーケンドですね。このイベントを知ってからマナさんにお会いできるのが楽しみすぎてずっとワクワクしっぱなしで、直接お話ししたいけどたくさんの方が来られるだろうからあんまりお話できないだろうなとか、腕相撲したいけど思ったよりムキムキだったらどうしようとかいろいろ想像しています。私の方もその前の週の
12月9日にゲームマーケット秋に出展します。今回はゲームの完成がギリギリになってしまい、まだ製品が手元にありませんが、届き次第宣伝してなんとか売り上げを伸ばしたいと思っています。イベントが終わったら結果を報告しますね。それではイベントの準備でお忙しいと思いますが、頑張りすぎて風邪などひかないようにしてください。12月16日にお会いしましょう、とお便りいただきました。レイザさん、ありがとうございます。レイザさんからのボードゲーム通信、ラジオで紹介してないものも含めると今回で7通目になるのかな。今回じゃないや毎回ね、次こういうのに出展するんです、頑張ってきますっていうのだったり、結果何個売れましたっていうのを毎回報告してくださっていて、全部ね、おーレイザさんすごいなとか、やったねと思いながら読ませていただいてます。ありがとうございます。いつもすごいですよね。もう結構何回かイベント出展されてますよね。今年の春イベント出展デビューされてから着実に続けていらっしゃるっていうのがすごいなーって思って、私のイベント出展もレイザさんの影響って結構あって、こう毎回イベントの報告を拝見するたびに、おーすごいなーと思って、私も力をもらってちょっと羨ましい気持ちというか、楽しそうだなっていう気持ちもあって、そうで、私のイベントなんですが、腕相撲したいけど思ったよりムキムキだったらどうしようっていうぜひドキドキしながら会いに来てくださいで、私がねどれだけムキムキだったとしてもレイザさんを握りつぶしたりはしないので、そこは安心していただけたらなと思います。はい。で、直接お話ししたいけどたくさんの方が来られるだろうからあんまりお話できないだろうなっていうのは、状況がねどんな風になるか、どれぐらいの人にお越しいただけるかわかんないんですけど、私も皆さんとせっかくの機会なのでじっくりお話ししたいなと思ってるので、そう、気にせずゆっくり話してほしいし、前に人とかいてもみんなね、私みんなとゆっくり話すのでせかさず待っていてほしいなと思います。待っていた時間があったとしても退屈にならないように、こういろんなレア音源とか用意してるので、レック時代のラジオとか、ジップ FM のナビゲーターコンテストに出したデモテープとか、そう待ってる間も楽しんでもらえるようにいろいろ準備してます。私のオーディション番組の歴代の推しまとめ、多分みんなほぼわかんない、誰もわかんないまとめだったり私の人生グラフ、ここが絶頂期とかね、そういうグラフだったり、マナオクイズもあります。なので、グッズの販売とかお話をするっていう以外にもいろいろ見たり聞いたり、会場の雰囲気を楽しんでもらえるようなことを考えているので、ぜひ全部楽しんでもらえたらなと思います。で、イベントに関して一番伝えたいのが、イベント来れるよっていう人以外に、行きたいけど会場が遠くて行けそうにないですとか、行きたいけど仕事なんですとか、家の事情がある人もいるだろうし、イベントなんて勘違いしてんじゃねえっていう人もいるだろうし、本当にいろんな人がいると思うんですけど、私はもうラジオ聞いてくださってる人全員に本当に感謝しているので、イベント来てくれたらすごく嬉しいし、実際に会えたらおおってなんか感動して実感が湧くと思うんですけど、でもイベントで会えなくっても
今ラジオ聞いてくださってるだけで本当にありがたいなと思ってますし、本当に分け隔てなくというか全員大事なリスナーさんだと思ってます。でもやるからには全力でやりたいし、SNS の投稿もイベント関連のものばっかりになってしまって、イベント行かないんだよなっていう人にとってはちょっと面白くないかもしれないので、本当にそれは申し訳ないなって思ってるんですけど、12月16日まではもう全力で自分ができる一番いい形で皆さんとお会いできるように、皆さんと楽しめるように準備していきたいなと思ってます。ので私も頑張っていろいろ準備するので、ぜひ迷ってる人とか、あーちょっと東京か遠いなっていう人もぜひ会いに来てください。あー行ってよかったなって思ってもらえるイベントにします。はい。で、実際にラジオっぽい感じでやってみたいなーとかも考えてますし、公開生放送みたいなね、配信とか収録はしないですけど、会場でお便り募集していつもの BGM とかジングル流して、生でいつものお休みラジオをするっていう、そういうのとかね。そう、まあ、入場無料ですし、私は11時から19時までその場所にいるので、ぜひ皆さん遊びに来ていただけると嬉しいです。なんかね、結構張り切っていろんなグッズも用意したし、腕相撲対決だったり、あとは皆さんを表彰するっていう結構ねガチな賞状とかを作っていて、みんなの、ね、褒められたい賞、皆さん自己申告で毎日お弁当を作っていて偉いでしょうとか、出社してるだけで偉いでしょうとか、生きてるだけで偉いでしょうって、何でもね、こう皆さんのことを、皆さんが褒めてほしいところを私が表彰するっていうのもあるので褒められたい方はぜひ12月16日下北沢にお越しください大人になるとめったに賞状をもらう機会とかもないから、何か賞状タイトルが欲しい方いたら、もう何でも私が表彰します。こうてー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 てんてんてんっていう音楽を流して、私から賞状なんとかどのって賞状とトロフィーをお渡ししようと思います。はい。なのでね、ぜひ賞状授与の場面に立ち会った方いたら、大きな拍手でその方を叩いてほしいなと思うんですけど、そういうこうイベントならではのイベントらしい企画っていうのも考えてます。そんな感じでね、レイザさんもイベント準備、出店準備大変だと思いますが、お互い残りの日数頑張っていきましょう。レイザさんは12月9日東京ビッグサイトで行われるゲームマーケット秋、マナさんは12月16日下北沢ボーナストラックで行われるポッドキャストウィーケンド、皆さんぜひ遊びに来てください。というわけで、おやすみラジオ、今日もお別れの時間となってしまいました。眠くなってきたでしょうか。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ここまでのお相手は佐藤真奈でした。皆さん、いい眠りにつけますように。おやすみなさい。